水車落としは、レスリングとプロレスで用いられる投げ技の一種である。ダックアンダースープレックスとも呼ばれる。レスリングのグレコローマンスタイルには、ダックアンダーという技術がある。水車落としは、ダックアンダーで相手に組みつき、相手を前方から抱え込んで担ぎ上げ、後方へ投げ落とすものである。立っている相手の前方から、相手の腹部に自分の片方の肩を上げ、 そのまま相手の体を腕で捉えて起き上がると同時に相手を肩の上にうつ伏せで乗せる。この時の相手の体勢は頭部が自分の後ろ側、脚部が自分の前側の向きとなっている。このまま後方へ倒れ込むと同時に相手の体を反転させて相手を背面からマットへ叩きつける。かける姿勢は選手によりばらつきがあり、相手を両腕で抱える際、 相手の体を支えるように添えるだけのものや、逆にしっかりと抱え込む、形のもの、相手の片腕を脇に抱え込み、片足を片腕で、掴んで、より強固に固定してかけるもの等がある。また、投げる時の体勢も様々で、後方に倒れながら、相手を反転させて落とす形、その場で大きくジャンプしながら落とす形、大きく投げ捨てて、空中で反転させて落とす形、 ブリッジで反り投げる形、対空時間を短くして、低空高速で投げる形、逆に、長時間担ぎ上げておいてから投げる形、助走をつけて投げ捨てる形などがある。さらに相手の胴を両腕で抱え込んで、肩の上に乗せず、自分の顔の前や胸の前あたりに抱え上げた状態から後方へ投げ捨てる形もある。この場合、フロントスープレックスに近い体勢となる。 前日の通り、レスリングに技の起源があるため、レスリング経験者に使用者が多い。ただし、その多くはつなぎ技としての使用が多く、フィニッシュホールドとして使用するものは少ない。これを、フィニッシュホールドとしていた数少ない選手の例として、サルマン・ハシミコフが挙げられる。ハシミコフは、ダブルレッグダイブの姿勢から相手を高く抱え上げた、後に、右腕で相手の足を抱え、 左手は相手の腕を取るように担ぎ直してから後方に反り、投げる形態を取っており、ビッグバンベーダーをこの技で下して IWGP ヘビー級王座を獲得したことで、水車オット氏が一躍知名度を上げることとなった。他には、マササイトスティーブ・ウィリアムス、ゲイリー・オブライト、杉浦隆藤田和幸、朝子角、中西学部、長谷博士、 アジャコング等が得意としている。また、若手時代に使用していた選手として、船木正勝や高田信彦等がいる。現在では、水車落としの派生技である垂直落下式水車落としをフィニッシュホールドとしている選手が複数いる。水車落としがプロレス技として著名になって以降はレスリングにも、 水車落としの逆輸入が行われており、日本では2015年の全国高等学校、総合体育大会レスリング男子84、どちらの例も水車落としは本来はプロレス技であることが明言されており、試合会場からは大きな驚きをもって受け止められたことが伝えられている。ハシミコフ以前の日本では、1964年に日本プロレスに入団したザグレート歌舞伎が、 本名の高千穂明久を名乗っていた若手時代に、アマレス式のダックアンダーから仕掛ける形で、使用していたが、それ以後は、ハシミコフの来日まで目立った使い手がいない、状況であった。同時期の1967年2月10日、後楽園ホールで覆面レスラーのミスターアトミックと60分3本勝負で、対戦したジャイアントババが、フロントネックロックを仕掛けに来たアトミックの腹に、 両手をあてがって高く抱え上げ、そのまま水車落としのように後方に倒れ込む変形ブレーンバスターを放ったことがあるが、二本目にこの技を食らったアトミックはそのまま失神ことなってしまい、あまりにも危険すぎるとしてババは以後この技を使用することはなかった。なお、もともとはサルマン・ハシミコフの発来日時に除名となった技のためか英語圏のプロレスラーには使い手が少なく、 英語版ウィキペディアで主な使い手とされているハシミコフと小原同友のコーデは、ウォーターホイールドロップや水車落としと記述されており、どちらもダブルレッグダイブからバックボディドロップを決める技と説明されている。水車落としで投げた後、そのままの状態で相手を抑え込み、ピンホールを狙う技。水車落とし同様、選手によってかける体勢にばらつきがある。かけ方によっては、 ノーザンライトスープレックスに似た体勢にもなる。サルマンハシミコフや若手時代のアサコ格闘が使用した。島によるシュバイン水車落としの体勢で担ぎ上げた状態から相手の体を反転させずに後方へ倒れ込みながら頭部から叩き落とす技。危険なため相手の頭部や片腕を脇にしっかりと抱え込んでかける場合が多い。なお水車落とし同様。 各選手のよってフォームに若干の違いがある。相手の体を担ぎ上げた方と同じ側の腕で頭部を抱え込む方は島がシマが主バインとして使用、類似の方で助走をつけて決めて、さらに落とした体勢のままでフォールするタイプをマイケル・モデストがリアリティチェックとして使用。逆側の腕で抱え込む方は吉田・真理子がエアレードクラッシュ。 カズハヤシが WA4 として使用している。また応用として、なだれ式や断崖式などもある。派生技として、カズハヤシが使用する片腕を極めてかける、パワープラントや、タイチが使用する、相手の足を交差してかけるブラックメフィスと、高橋ヒロが使用する、ファイヤマンズキャリーの状態からかける、タイムボム。シマは派生として、リストクラッチ式のシュバインレッドライン。 担いだ体勢からコウモリ釣りのように相手を絞り上げる、シュバインがためなどを使用している。コウモリ釣り落としるチャリブレの痛め技である、コウモリ釣りに似た状態から落とす技。落とす形は、シュバインとほぼ同型だが入り方が複雑で、向かい合った状態から相手の股の間に頭を入れ、自分の背中へ相手が来るように持ち上げる。相手の両足を頭上でまとめ左足首のあたりを、 左腕でつかみ、右腕は相手の首から頭部を抱えるようにして固定し、時に助走をつけて、マットに首から落とす。WA4 和林のオリジナル技。吉田真理子はエアレードクラッシュの技なで使用。相手を水車落としの体勢で担ぎ上げ、担ぎ上げた方と逆の肩で頭を抱え込み、背中から落とす技。エアレードクラッシュと同型。 大一番では、なだれ式も行う。最近では、相手の腕を股に挟んで受け身を取れなくして、首から垂直に落とす垂直落下式も見せる。スワマに垂直落下式を見舞い観客を驚かせた。パワープラントを初披露した丸藤との世界ジュニア戦後に封印を表明。パワープラントカズハヤシのオリジナル技。相手の腕をクラッチし、垂直落下式に相手を落とす WA4。 2009年2月6日の丸藤聖堂との世界、ジュニアヘビー級選手権試合にて初披露。この技によって、世界ジュニアヘビー級王座を奪還し、第28代王者となった。ゴーホームドライバーケビン、オーエンズのオリジナル。ブロックバスターの体勢で相手を担い上げ、左腕を軸に相手を旋回させて、相手の足を背面で、再びキャッチし、 斜めにシットダウンして後頭部からマットに叩きつける、変形 WA4。WWE 所属後は、技ななし。クルーエルエンジェルズスイーシスファイヤーマンズキャリーで相手を、両肩に担ぎ上げ、上半身を後方へと旋回させて、右は秋下でキャッチし、シットダウンと同時に後頭部からマットに叩きつける、変形シュワイン。技名は、残酷な天使のテーゼの意味。別名は、 肩車投げ、あるいは肩車。柔道の同盟技の応用。走ってくる相手へのカウンターでの水車落とし風の投げ技。走ってくる相手に対して前鏡になり、相手の勢いを利用して、相手を背中、あるいは肩の上に乗せて起き上がると同時に後方へ投げ飛ばす。古典的なつなぎ技であるが、見栄えが派手であるため、 会場を沸かせるために現在でもつなぎ技としてしばしば使用される。別名は返し投げ。水車落とし同様、レスリングの技術を応用した技。もともとは相手にがぶられた時、自分の状態を後方に反らせて、相手を投げ落とす技であった。さらに、立っている相手の前方で前鏡になり、相手の股間に頭を突っ込み、さらに両腕で相手の足をつかむ。 そのまま状態を起こすと同時に、相手を背中越しに逆さまに担ぎ上げ、後方へ倒れ込むと同時に相手を背面からマットへ叩きつける方法もあり、パイルドライバーやパワーボムをかけられそうになった時の返し技として使用される。なお、リバースフルネルソンで腕を固められている状態でも、リバーススープレックスで返すことが可能である。カールゴッチが新日本プロレス旗揚げ戦でアントニオイノキと、 シングルマッチを行った時に、ゴッチが、チョキから、ピンフォール勝ちを収めた技がこの技であった。リバーススープレックスの体勢で担ぎ上げ、そのまま座り込むようにマットへ着地、同時に相手を、頭部からマットへ落とす。ブル中野が、ウルズポセイドンとして考案。その他、同型、類似の技として、ミスター、ガンノスケのリバースファイヤーサンダー、加藤園子。 ディック統合のクーロンズゲート、堀口元気のビーチブレイク、大森高雄のアックスギロジンドライバー、アブドーラ小林のコバドライバー、谷崎直樹のインプラント、高尾相馬のジントニック、ハングマンページのデッドアイなどがある。また、この関連技として、リバースゴリースペシャルボムや、その類似のものが数種類がある。天山広吉の考案した技、ロープの反動で返ってきた相手に対し、 90度の位置から相手の首と股の間に左右の手をかけ、肩に担ぎ上げた状態で約90度の回転を加えて軽く跳躍を加えながら後方に反り落とし自分の全体重を相手の体幹部に浴びせる。水車落とし、ショルダースルー、バックフリップの要素が盛り込まれた技である。この技はかけてと受け手の全体重が受け手の体幹部に集中し危険である。 天山が初めて IWGP 戦で、橋本真也と戦った時にこの技を出したが、橋本がこの技を受けた際にあばら骨に、ひびが入った。そのため、以後後方に去る際には手を離すフォームに変更され、当初のようなフィニッシュホールドではなく、試合の流れを変えたり、次の攻撃へのつなぎの技としての色合いが強くなった。水車落としの体勢で担ぎ上げた後に、後方ではなく、 前方に倒れ込んで相手を背面からマットへ叩き落とす技はスパインバスターである。スパインバスターは水車落としとは別の起源を持つ技であるが、結果として水車落としと前後の落とす向きが違う形態の技となった。なお、英語圏ではハードコアホーリーが考案し、日本では振り子式スパインバスターと呼ばれたアラバマスラムが使い手により、 ウォーターホイールスラムと呼ばれる場合があり、水車落としの英訳である、ウォーターホイールドロップの変形儀であるとの認識がなされている。この名称で最初に用いたのはビッグボスマンで、どちらの技も概要はダブルレックスラムと説明されている。ありがとうございます。